元気やからここ入ってるけど、いや全然お願いします。今のがコメントで、さあ今なんですか。わかりました。大丈夫です。お疲れ様でした。お疲れ様です。そうですね、まあ、フリースタイルで、まあ、いろんな曲がかかって、で、まあ、いろいろこう試されるっていうのが結構フリースタイルのバトルの、まあ、醍醐味やと思うんですけど、なんか、まあ、さっきの終わりのジャッジコメントでも言ったんですけど、すごい軸があるスタイルの人たちが多くて、そこで結構いいポイントとして言ったんですけど、逆に言ったらその得意な曲と苦手な曲っていうのが結構出たかなっていう、なんか踊りにくい曲になった時に、踊りにくい曲がかかった時に、さっきの踊りやすい曲の方が自分の実力がめっちゃ出てたなっていう風に見えたりする場面もあって、そこが結構勝敗につながったのが僕はちょっと多くあったかなと思いました。なんでなんか、まあ、全部音楽なんで、なんかそこから引き出される自分の新しい動きだったりとか感性と か, なんかそういうものをなんか日頃から多分ちょっと大事にしたりして、それをちょっと作ってからフリースタイルバトルに出ると、多分そのみんな軸がある踊りがあるんで、それをうまく変化させて、その音に合った踊りによりいいものになってくるかなと思って、なんかこうすごいなんか最初はこうしっとりしてたけど、次のバトルでパンクがパンってかかった時に、あ、ちょっと俺無理よみたいなのがちょっと出てたとかっていうのはなんかちょっともったいないっていうか、そこになんか逆にチャレンジしていくというか、音楽に対してどうアプローチするかっていうのをなんかよりこう深掘りして、で自分の新しい踊り方とか技術っていうのを見つけてもらえたら、多分またこうレベルがどんどんと上がると思うので、それをちょっと一回チャレンジしてみてください。はい、今日一日ありがとうございました。よっしゃ。